共産党公認の森大輔さんは、選挙戦初の週末、県西部を中心に街頭演説を重ねました。静岡県の大勢力は全国7位。しかし、県民の皆さん1人当たりに使われている社会福祉費47位と、ありがとうございます。全国最下位であります。児童福祉費は45位、教育費は38位ということで、全国軒並み最低水準、県民の皆さんに冷たい県政となっております。リニア新幹線の建設中止と浜岡原発の廃炉を最重要政策に位置づける一方で、県民の暮らしやすさ向上に取り組むと主張しています。若い人が地域できちんと働ける場所があること、そして働きに見合った収入が得られる静岡県に変えることが必要だと考えております。私は県知事になりましたら、国に対して全国一律1500円以上の最低賃金の実現を求めるとともに、賃金を引き上げるよう物申す知事になってまいります。選挙戦序盤ですけれども、手応えいかがですか？そうですね、手応え本当に車走っていくと手を振ってくれたり頑張れという声もありましたが、まあ、土曜日ですしね、はい、やっぱり人がたくさん、ね、集まるところで、有権者の皆さんに選択肢として選んでもらえるように、お訴えしていきたいということで、人のいる賑わうところで、訴えたいと思っております。共産党が知事選で独自候補を擁立するのは2013年以来です。ありがとうございます。頑張りますので、頑張ってください。ありがとうございました。やはりリニアと原発の問題、県民の命と暮らしに関わる問題ですので、また小山後の、ね、将来、こういった問題にも大きく関わる問題だと思います。今県政の変わり目ですので、その時に、ね、責任ある決断をできるリーダーになりたいということで、私訴えてまいりたいと思います。それぞれの陣営が支持拡大へと活動を続ける選挙戦。諸派の横山雅文さんはリニア新幹線の即時着工やスタートアップ企業への支援拡充などを訴えています。無所属の村上武さんはリニア問題を再検証したい、県政を正常な状態に戻したいと主張しています。無所属の浜中里美さんは時効制限なしでの保証を条件にリニア新幹線の建設に賛成するなどとしています。静岡県知事選挙は26日投開票です。